のの空き家でで排泄物をを放置するななど劣悪な環境で犬を飼育しししし虐待したた。として、自称会社員の男が逮捕されま動物愛護法違反の疑いで逮捕されたのは住所不定で自称会社員の田中大作容疑者です。 警察によりますと、田中容疑者は今月24日、三木市の空き家で排泄物などを放置したまま犬を飼育し、虐待した疑いが持たれています。今月21日、近くに住む人から多数の犬の鳴き声がすると通報があり、警察は家にいた犬66頭を行政機関とともに保護したということです。田中容疑者はこの家の鍵を持っていて、 23日に一度餌を与えに訪れていたということですが空き家には数年分とみられる排泄物や餌の残りなどが堆積していて50センチほど積もっているところもあったということです窓とかね開けっぱなしであの2階の窓とかもあげて屋根の上とか犬がもう走り回ったような状態で時間も関係なしにずっともう560匹鳴いてたんでうるさいしあとその 中で、ね、一般ホールからの。糞尿。匂いと後。あの。虫がわいてやるね。調べに対し、田中容疑者は。餌や水をあげているので、虐待ではないと、容疑を否認しているということです。